私の名前はパニコ、27歳の専業主婦です。サラリーマンのタモスとマンションに2人で暮らしています。優しくて誠実なタモスと穏やかな毎日を過ごしていました。しかしそんな私の前に突然とんでもないドキュン女が現れたのです。あれはタモスが1ヶ月の出張に出かけた翌日の土曜日、うちのお掃除をしている時にインターホンが鳴りました。玄関のドアを開けるとそこには見知らぬ女性が立っていたんです。どちら様でしょう。私の問いにも答えず、その女性は私を上から下まで舐め回すように見てヘラヘラしています。何この不気味な人。すみませんが、ご用件は。私がそう尋ねるとようやく女性が話し出しました。私、あなたの旦那さんの部下の鈴木と言います。彼の奥さんがどんな人なのか見に来てみたの。心配して損しちゃった。私の方がはるかに美人だし。何このチンチクリ女。突然こんな失礼なこと言われて、私はぎょっとして眉をひそめました。が、次に鈴木が衝撃の発言をしたんです。私、あなたの旦那さんとお付き合いさせてもらってるの。はい。私は思わず絶句して固まってしまいました。彼が私のものになるのも時間の問題だわ。彼ね、嫁は男女で色気がない。私の方が好き、好きすぎてたまらない、もう可愛くてしょうがないですって。昨日の夜も遅くまで彼の車でイチャイチャしてたのよ。ん？昨日の夜遅く？彼の車？鈴木はひとしきり喋って満足したんでしょう。じゃあさよならと気持ち悪い笑い声を上げながら帰っていきました。彼女の言葉に私は違和感を感じていました。だって昨夜タモツはめちゃくちゃ早く帰ってきたし、車なんて持っていません。あの人何か勘違いしてるんじゃ。しかしベラベラとよく喋る女だったな。おまけに初対面の人間にチンチクリンダのなんだのって超失礼でドキュンオーラ全開だったわね。少しイラッとしながら、私はひとまずタモツに電話をかけました。ああ、もしもしタモツ、さっきさ、鈴木って女の人がお宅の旦那さんとお付き合いさせてもらってますって尋ねてきたんだけど。私がそう言った瞬間、はあ？タモツが電話の向こうで大声を上げました。なんだよそれ、俺は不倫なんてしてないぞ。いや、私もそう思って、その人をなんか勘違いしてるっぽいの。昨日夜遅くにタモツと会ってたとか言うし、タモツが車持ってるとか言うし。話してるうちに、あの鈴木という女は一体誰なのかという話題に自然となったんですが、タモツも心当たりがないみたい。なんだか怖くなっちゃって、私は同じマンションに住むさゆりの元を訪ねました。さゆりは私の学生時代からの友人で、タモツの会社の専務を務めている千早さんの奥さんでもあります。さゆりは家で筋トレでもしてたのかしら。スポーツウェア姿で玄関に出てきました。さゆり宅の玄関先で私がさっきのことを話すと、なにそれ気持ち悪い、何かあったら私に言ってね、すぐに飛んでいくから。さゆりがいたら心強いよ、ありがとう。以後さゆりもタモツも私のことを気にかけてくれて、普段以上に頻繁に連絡のやり取りをするようになりました。それから1週間は何もなかったんですが、翌週の土曜日、買い物を終えてマンションの前まで帰ると、なんと鈴木が立っていたのです。奥さん、待ってましたよ。今日は大事な話があるんです。鈴木の不気味な微笑みが恐ろしすぎて、私はすぐさゆりに電話しようと思ったのですが、私、彼の子を妊娠したの。出産は9月の予定だから、それまでに離婚してね。え？妊娠？この人、頭大丈夫？不倫して妊娠しましたって、不倫相手の嫁に暴露するその神経、イカれすぎてるって自覚持ってるのかしら。てか9月に出産って、今8月なのにどう考えても妊婦さんに見えないんだけど。この人きっと頭がバグっちゃってるんだわ。これ以上つきまとわれるのも嫌なので、はっきり申し上げますが、おそらくあなたは勘違いを。勘違いですって？私が妊娠して彼を取られるのが確実になったからって、現実を直視したくないんでしょうけど、妊娠は間違いではないわよ。
いや、妊娠じゃなくて、そもそもあなたは。とにかく9月までね。約束だからいいわね。いや、約束？そんな一方的な。決まり。これから一緒に役所へ離婚届を取りに行きましょう。うーわー、人の話聞かないタイプのやつだ。そう思っていたら、鈴木は私の手をガシッと掴み、ぐいっと引っ張ったのです。話してください。その時でした。遠くからスポーツウェアを着たさゆりが猛スピードで走ってきたのです。こら！さゆりの姿に鈴木はチッと下打ちすると、タクシーを捕まえてさっさと逃げてしまいました。パニコ大丈夫だった？もしや今のが例の鈴木？あの人相当やばいよ。妊娠したとか言ってきた。結構は念のため警察とかに行った方がいいんじゃない？でも大した被害は今のところないし、警察が動いてくれるかな。確かにそうか。何かあったら大変だと、その夜は私の家にさゆりが泊まってくれました。多物にも連絡すると、心配だから来週の週末そっちに帰ると約束してくれました。しかしその翌日です。昼頃うちのインターホンが鳴ったので、念のためチェーンをかけたままドアを開けると、こんにちは、今日こそ離婚届を取りに行きましょうと鈴木が顔を覗かせてきました。恐怖のあまり私はとっさにドアを閉めました。おいおい、また来やがったよこいつ。てか今日日曜だから役所休みだぞ。せめてそれくらい把握してこいっての。鈴木はどんどんとドアを叩き、開けろ。あら、私のお腹には子供がいるんだよ。お前の旦那の子だぞボケが。この子がかわいそうだろうが、さっさと離婚しろと大声で叫び続けたのです。私はドアを閉めたまま警察に連絡。すぐに警察が来て、鈴木を厳しい言葉で叱りつけたため、鈴木もおとなしく帰っていったらしいのですが、うちの部屋の両サイドに住む奥さんから、旦那さん不倫してるの？困ったことがあったら力になるからねとか、いい弁護士紹介しようかとか言われて恥かいて、もう最悪。しかも近所でも噂になっちゃったし。さゆりと私でご近所さんに説明し、すぐにその噂は収まったけど、なんで何もしてない私がこんな面倒に巻き込まれなきゃならないの？大体やってることが倫理を書きすぎていてドン引きだわ。しかしやはりああいうドキュンがたどる運命とは絶対に明るいものではないようで、何度説明しようとしても全く人の話を聞こうとしなかったあの暴走妄想女は、やっぱり自らどん底に落ちることになるのでした。多物が一時的に出張から帰ってきた翌週の土曜のお昼、多物は荷物をリビングに置いてすぐシャワーを浴びていました。そこでうちのインターホンが鳴ったのです。最近ではインターホンが鳴ってもチェーンをつけていても玄関のドアを開けないようにしていた私。ところが私がドアを開けないでいると、こら、いるのは分かってんだぞ、ドアを開けやがれ。今日こそ離婚届取りに行くぞ。鈴木がまたドアをどんどん叩いて騒ぎ始めました。私のお腹には来月生まれる赤ちゃんがいるんだ。お前に人の心はないのか。お前みたいな底辺女はさっさと彼の前から消えろ。迷惑だ。そこで物音を聞きつけた多物が慌てて浴室から出てきました。玄関にいた私に小声で、パニコ、警察に連絡と多物が言ったその時でした。千早さんは私のものだ。は？鈴木の言葉に私と多物は顔を見合わせて、今千早さんって言った？ああ確かに。その瞬間謎が解け理解したんです。そうなんです、この人の不倫相手さゆりさんの旦那さんで、多物の会社の専務の千早さんだったの。私は秒でさゆりに LINE。 その後でチェーンを外して玄関のドアを開けると、顔を真っ赤にして興奮している鈴木が登場。ドアをものすごい力で叩いていた勢い余って、うちの玄関に転倒してやがりました。鈴木は顔をガバッと開けると私を見上げて、ちょっと急に開けないでよ。それより今から離婚届を取りに行く。視界の隅に多物を捉えたのでしょう。言い終わらないうちに鈴木の動きがピタッと止まりました。え？そして多物を見てキョトンと
うして田松さんが？私は思わず深くため息をつくと、あのさ、9月に出産するって言ってたけど、11月にうちの旦那田松と会ってたの？なーに、違うの？何が何だかわからないといった具合で鈴木はしばらく固まっていたのですが、さすがにアホな鈴木でも自分の勘違いに気づき始めたのでしょう。徐々に顔を青くさせていきました。なあ、この人。そこで田松が鈴木を指さしてこう言いました。別の部署の鈴木さん？てか鈴木さん、なんでうちと千早さんの部屋を間違えたわけ？だって千早さんに家の住所を教えてって言ったらこの部屋番号を言われたから、住所を教えないと会社の人にあなたが不倫してることバラすって言って。つまりは千早さんがあなたに脅されて住所を聞かれて、とっさに我が家の部屋番号を言ってしまったということかしら？そういうことみたいです。なるほど。どうせ妊娠も嘘なんでしょ？あれは千早さんを略奪するための嘘で。やば、あんた最低ね。私が思わずゾンビ気してそう言うと、真っ青な顔をして私に向かって素早く土下座を始めました。ごめんなさい、まさかあなたが千早さんの奥さんじゃないなんて。許して。許してって言われてもさ、私もあなたのせいで迷惑被ったし、てかあなたはこれからおそらくとんでもない制裁を受けることになるかと。え？あなた、一番やばい嫁を持つ旦那に手を出しちゃったわね。その時でした。鈴木！さゆりの声が聞こえたので、ドアの外を見てみると、覆面姿のさゆりが千早の後ろ襟を掴んで引きずりながらこちらに走ってくるのが見えました。ええさゆりの姿を見た鈴木は、恐怖からでしょう、目を見開いて咳かしちゃいました。千早さんの奥さん、さゆりは女子プロレスラーなのよ。さゆりったら仕事道具の覆面つけて気合い入れて千早をコテンパンにしていたのでしょうね。私がクスクス笑っている一方で、鈴木はカタカタ震えていました。パニコ、うちのクズ夫のせいで怖い目に遭わせて本当にごめんなさい。私がちゃんとこいつらに制裁下してやるから。ほら、誰ともこっちへ来やがれ。やめて。泣き叫ぶ鈴木の腕をガシッと掴んだセウリは、鈴木と千早をエレベーターの中へポイ。しばらく鈴木と千早の悲痛な叫び声がマンション中に響き渡っていました。その後セウリが二人を徹底的に懲らしめ、鈴木と千早の二人から慰謝料をがっぽり踏んだくったそうです。セウリは千早ともちろん離婚、千早は離婚の理由を家族に知られた直後、頭を丸めさせられ寺に入れられたとのこと。それからあの日、さゆりが私からの連絡を受け、休日出勤中だった千早を連れ戻すために会社に突撃したものだから、この一件が会社中の噂に。仕事しない上に白い目で見られるようになった鈴木は辞職を余儀なくされたみたい。再就職先を探すも、人の話を全く聞かない彼女を雇ってくれる会社なんてどこにもなく、アルバイトを始めたそうです。でもやっぱり使い物にならなくて、ことごとくクビ。実家で引きこもっていたんだけど、いつまでも働こうとしない娘にうんざりした親に追い出され、借金を重ねた末に怪しい仕事に手を染めたそうです。この先彼女の人生はお先真っ暗ですね。さて一方の私はというと、さゆりの計らいもあり、鈴木と千早から迷惑料を受け取ることに。穏やかな日常を取り戻し、出張から帰ってきた田松と平和な毎日を過ごしています。そうそう、この間マンションを出て実家に引っ越したさゆりにお呼ばれし、田松と手料理をご馳走になったんですけど、あの時は二人とも本当にご迷惑をおかけしちゃってごめんなさい。さゆりだって被害者なんだし、さゆりが謝ることないよ。てかあのテレビの横のベルトってもしかしてさゆりのチャンピオンベルト？うん、そうだよ。あ、バニコもつけてみる？いいの？うん、これをこうしてと。はい、出来上がり。おお、パニコかっこいい。あとはワンハンドバックブリーカーとかガットバスターとか、さゆりにプロレス技を教えてもらえば完璧だわね。いしし。
ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。